皆さんこんにちはラボックボーカル教室インストラクターの清水愛です、えー、今日はですね最近、えー、最終回になりました、えー、月9ドラマ逃げるおはじなが役に立つのオープニングテーマのですねチャランポランタンさんが歌うすすめたまに逃げてもっていう曲をやってみたいなと思いますまずはちょっと歌ってみますみ の歩幅呼吸を仕ごさかさなってゆくのを見ててあの時の私次こそはほら止めないで進めたまに逃げても明日を手に入れろはいという感じなんですがこのような感じで帰ってきました、えー、この曲ですねリズムを中心に、えー、やっていこうかなと思うんですが、えー、200目と 4拍目を意識して歌っていきます。見せて、未来の私。この部分ですね、えー。この部分をしっかり意識しながらやっていくと、ちょうどアクセント取り、えー、取らなくちゃいけない部分っていうのがね、見えてきますね。この青丸の部分になってきます。で、全部こうして見てみると、母音が強調されています。見せて、 未来の私なので音符がここすごく長い部分なのでえー母音をしっかり強調して芯よりもほとんど母音でいいぐらいですえ強調して歌っていってみましょうあともう一つですね「このまま見せて未来の私」っていくとちょっと子供っぽくなっちゃうので大人グッと大人ポイントを入れていきたいと思います未来のって部分 え、見せて、未来の、少し、らの部分に、え、フックをつけてあげたいと思います。上から引っ掛けるような、未来のは、たし、この、まの部分も、わ未来のは、っていくんじゃなく、未来のは、たし、って言ってみると、え、少し、リズムモデル上に、えー、大人っぽく。 あ、ちょっと歌えるんじゃないかなと思うようなポイントになってきますので、ぜひやってみてください。あとですね、わーたしのたの部分。わーたしたを言い過ぎてしまうと、えー、その後続きにくいので、わーたしーほとんどたぐらいで大丈夫です。次。笑ってるのね。ここもしっかりポケット作っていきたいです。笑ってるのね。 この手の部分がしっかり入れば、あとはまとまっていくので、しっかりストッて入れていきましょう。笑ってるのね。二人の歩幅呼吸をしぐさ重なっていくの。ここ、息継ぎとっても大変なんですが、えー、吸う場所ですね。笑ってるのね。一瞬ここで。この間前回、えっ、ー、と、私の前の動画であげたんですが、力を抜くだけのブレスっていうのをここでちょっと入れてみます。 えー、笑ってるのね。って数時間はなかなかないので、笑ってるのね。二人の少しお腹を緩めて、えー、力を抜くだけですね、えー。その動画またチェックしてみてほしいんですが、えー、ここ力を抜いた後、二人の歩幅呼吸しぐさ重なっていくの。ここもしっかりポケット入れていきたいです。二人の歩幅呼吸しぐさ、呼吸しぐさ。 ここの2箇所、しっかりポケット入れてあげることによって、リズムがブレないんですね。これが、えー、なくなってしまうと、えー、とてもぐらぐらっと不安定になってしまうので、呼吸、しぐさ、この部分、しっかりリズム、タイトに入れていきます。そしてその次、一、えー、1曲目と一緒ですね。右ててここもボインしっかり踏んでいきます。あの時の私ここも一緒です。次、次こそは、ここも、 えー、二行目と一緒。次こそは、しっかり、そうは、ほら、入れますね。止めないで進め、止めないで進めたまに逃げても明日も手に入れろ。ここも息継ぎなしなので、えー、しっかり、えー、次こそは、ほら、止めないで進め、ほら、ここでしっかりブレス入れていきます。 止めないで、進めたまに逃げても、明日を手に入れろ。この青の部分ですね。えー、しっかり、えー、リズムを、えー、はめていきたいと思います。それで、最後、明日を手に入れろ。ここは、2拍4拍の部分じゃないんですけど、えー、しっかり、入れろ。歌詞的にもですね、えー、すごく強調したい部分になってくるので、 えー、す、進めた間に逃げても明日も手に入れろ、い、の部分をしっかり、えー、強めに、えー、アクセントつけていくと、えッ、ー、ぐっと、ね、締まるかなと、思います。あともう一つですね。えー、この早い部分、とっても歌いにくいんですね。 カクカクしやすくなっちゃうんです。二人の歩幅呼吸しぐさ重なっていくの。みたいな感じでカクカクしやすいので、一つの息の流れで言っていったらいいと思います。二人の歩幅呼吸、この息の中で、二人の歩幅呼吸しぐさ重なっていくの、ダーっと息が流れていく中でアクセントがついていくっていうイメージをしていくと、えー、やりやすくなるんじゃないかなと。 思います。えー、皆さんも逃げ鉢でキュンキュンしながらこの歌を歌ってみてもらえたらなと思います。終わりまーす